始まりましたレッツトライフィッシング。今回も石黒フィッシングアドバイザーの加藤さんと、はい、そして三浦愛ちゃんと私、はい、あゆみの3人で釣りの魅力をお届けしていこうと思います。今回はですね、これからねいいシーズンになってくるサビキ釣りお、うん、とですね、あとは私今回はですね、前回もちょっとご紹介してるんですけど、泳がせ釣りのリベンジ、ちょっと何釣れるかわからないんですけど、とりあえず泳がせ釣り、方が揃いましたねそれでは行きましょう、レッツトライフィッシング。おーおー、見て見て、あー落ちてった、なんだ落ちちゃう、落ちてった、みんな落ちちゃうね、3匹ついてたのに1匹になっちゃった。さっきよりいい。そうだね、うん、今回ってる感じかな、ね、来た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 、イエーイ、さあ釣れましたよさあ三浦さんが3匹掛けの横でおこぼれを1匹いただきました。釣れてるじゃないですか。はい、なんかこの番組でこういうルアーで釣れるのは久しぶりのような気がしますね。素晴らしい、はい、加藤さんおめでとうございます。ちゃんと釣ってくれました。おーおーおー、泳いでる、めっちゃ似てる。一匹でこの引き、すごいですね。全部ついたらやばい。全部ついたらやばいですね。あいちゃん海落ちちゃうんじゃない？あ、かもしれない。加藤さんに救出してもらいました。すごい元気。オーケー。お見事。あ、やった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 ー。狙い通り。ゲット。ブラボー、サバカワ。アピール力強め、成功ですね。成功でした。派手が好きな、派手めが好きなサバさんでした ね。よかった。った始まったよ、この2人。起きた。あ、逃げちゃった。逃げちゃったよ。起きた。おお、いっぱい来た。来た、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 よし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 。いい感じ、いい感じ。よし、来い。よし、来た。やったー、加藤さん、はい、カメラに向かってください。ついてたのに、はい、お見事、よかった加藤さん、よかった、よかった、嘘つきにならなかった、やっと見せ場を作れたね、はい、サバ君来ました。あれ加藤さん、寝掛かりですか？わからない、わからない、わからない、入れてすぐだったからね、入れてすぐ、入れてすぐ、着底したらすぐってことですか？着底してゴツッゴツッゴツッっていうのは竿先に何回も出てる。じゃあそこ？じゃあ何かが、何かがもしかしたら